はいどうも、妖怪三国志国取領図今回もやっていきます。はい、今回はね、討伐戦武士を、もうすぐね50セッション目なんだけど、50セッション目にね、小生の流玉があります。で一応ねその小生の流玉は何宝珠ぐらいあればね、ゲットできるかっていうところをねちょっと話をしていきたいと思います。あと100以内にね入ればいいんだけど、なんかねほんとみんな多分最後にぶっ放すんだと思うからね、ちょっと読めないなっていうところはありますよね。はい、という感じで、このチャンネルはですね、妖怪三国志国取ウォーズの動画をね、ほぼほぼ毎日ね、プレイ動画とかね攻略動画を配信しておりまして、よろしければねチャンネル登録お願いします。なんかキャンペーン追加来たかな、追加ではないか、前の高難度チャレンジのね、あ気力半減チャレンジエクストラ2回追加、期間延長してくれるのか、なるほどね、期間があの想定と違ってたってことか、まあ了解ですって感じだね。はい、そしてメンテナンスの時間来ましたね。10月17日2時4時ということでメンテナンス来るんだね。次回はハイスコアチャレンジなんだ。次回はハイスコアチャレンジ開催準備国取り、まあねもしかしたら次は妖怪大遠征を挟むのかなとも思うんだけど、まあハイスコアチャレンジねということで、まだロボには F 型育ててないんだよなということで国取り戦新シーズン開催準備ということか。17日からまたね国取り新しくなるから、なるほどね。そしてガシャ開催ということで木曜日ね、なんか木曜日珍しいかなって、最近月金が多かったのかななんて思うんですけど、まあ楽しみにしたいと思います。はい、次はハイスコアチャレンジか。で一応これもこれはどうだろう、そろそろ金来い、来ないねお助け、なんかもう見せるときにねいつも落ちないんだよね。はい、で討伐戦はねこんな感じですね。ドロップね、なんか金って大当たりの表示もね今回は特になくて、まあない方がね結構諦めがつくんでね、ちょうどいいかなと個人的には思いますね。はい、そしたらねステップアップは終わっちゃったな。で報酬受け取り可能になってますのでセッション46のね報酬をまず受け取っていきましょう。で一応ね自分はまだこれを交換してない。なんで再抽選権が5315の19枚ってとこかな。そして討伐戦とかのねこの辺の配布もやってません。19枚あって、で一応基本的にはねあと40回で大当たり確定ということなんで、あと再抽選権がねここで2枚あるので、21枚ってことになります。なのであと19回でいけます。で宝珠はね10宝珠で再抽選できないね、だから190宝珠かかりますと。大当たり確実に出すにはね190宝珠かかります。自分はね皆さんも残りの緑で計算すればいいと思います。で基本的にセッションごとの順位ってまあこんだけあるんだけど、まあ、今回たまたま私ね、500以内入れたけど、まあ、最終戦は激戦になって、おそらく、みんなね、この500位から3000位の間が多いと思うんだよね。多分カード4枚の人が多いと思う。だから、カード4枚だと、さあ行きましょう。これのカードって16枚あるんだよね。で、16枚あって、でカード4枚だと、まあ、これ断念でしたねあ白虎欲しかったな。でも経験値玉とか結構ある。
カードが、16枚あるんで、普通、まあちょっとこれ5枚だけど、大体の人はカード4枚だと思うんで、これが4枚だと、残りが、12枚になりますね。うん。12枚だと、追加の時にこれ回数ね、5宝珠って書いてあるよね、下にね。で、この下の5宝珠が、5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、12回だと、60宝珠までになります。で、5足す65、上と下を足して、で、12回だから6をかけて3、2で割れば、390宝珠になりますと。うん。なんで190、さっき緑言ってた190足す390、つまり580宝珠で、一応4冊までだったら確定。うん。で、あとは5冊だったらさらにその、減らしていく、60宝珠、55宝珠減らしていけばいいということで、まあ大体基本的には580宝珠で小生の流玉ゲットできるんじゃないかなという想定を自分はしています。まあその辺はね、交換券が何枚残ってるかとかにもよりますんで、まあそれでね、大体計算して、そう、私が泣く泣く、小生脅威を見送ったのはこの580宝珠で一応小生物資をゲットできるんで、ということでねやりました。まあもちろんね、5冊になれば、520宝珠だし、うん、さらにもう6冊まで順位が上げ、ここがね解放がどんどん減ればね、なってくるので、まあちょっとそこはね、大体の人は、うん、緑ね、使ってなければって話だけどね、みんな、配布で、一回も使わないパターンではあるんだけど、うん、それで、いけんのかなと。なんで、一応、580宝珠でね、今回、小生物資はゲット、最終戦でゲットできると思うので、一応ね、そんな感じの目安でね、これからやっていきましょうということでね、計算も、もし間違ってたらね、よろしければね、そう、よろしければコメントで、訂正してください。ちょっと自分も一応確認はしたいと思うけど、うん、そんな感じでやりたいなと思います。ちょっとドキドキするけどね。だからこの抽選も、まあ、別に、そう、190宝珠、40回やらなくて、その前に出ればその分ね、宝珠節約できるので、この再抽選券がね、最後の、なんか余っちゃうと、なんかすごい嫌なんだけど、まあそこはちょっと置いといて、まあこの中でね、出れば、本当に380宝珠か？390宝珠か。うん。いけますし、その最後のね、そう、最高で580宝珠、4冊の時ね。なので、この辺はね、人によってはもっとね、最悪ゼロ宝珠でね、ゲットできるかもしれませんし、この、私だったら21冊再抽選して出れば、うん、いいわけなんで、まあちょっとね、そこがね、最後、ほんと最後ね、ドキドキするし、ちょっとどうだろう。50ね。50は到達できそうだよね。皆さんありがとうございます。なので、まあ、100以内って本当ね、かなりね、つわものたちが多いので厳しいんで、あれだけど、なんとかね、今回自分は500以内をね、目標にやって、最後ね、笑ってやりたいけどね、どうだろうね、本当。8冊とかね、多分でもほんと激化すると思うんだよね。うん、なので、マックス、自分はね、一応想定はマックス500宝珠で、まあでもあんだけダブル使えば、500以内に入るんじゃねえかなっていうところもね、考えてはいるんだけど、まあ自分としてはね、マックス580宝珠、380足す190宝珠を想定して、まあそれよりね、低い数値になったら、御の字ということでね。はい。これからもやりたいと思います。まあ、後半戦もね、前回は50、セッション50までだったけど、うん、その前はね、51だったか2だったかまでね、やった時もあるんで、
まあちょっとその辺はね、運営の方が臨機応変にやってくれると思うんですけど、まあとにかくねセッション50はね仕留めたいですね。さあ、そんとね580宝珠マックスをかけてまでゲットするべき妖怪なのかちょっと分かんないですけどね、ぶつかり 80% ねこれあるので、うん、クリティカルもあるしね、なんか面白いね、兵糧のドロップ率アップとか、なんか、うん、国取りで頑張ってくれって感じなのかな、分かんないけどね、これでどのぶつかりでも倒せんじゃねえかなっていうところで、まあぶつかりが強いってことはね、結構そう、次のハイスコアチャレンジとかのうん、ボス戦とかでも使えるかもしれないので、うん、ちょっとねそんな感じで皆さん頑張りましょうね、最後ね。はい、ということで小生のね流玉シリーズは今後も来るんかね、次のハイスコアチャレンジでももしかしたらあるかもしれませんし、ちょっとね私ハイスコアチャレンジではね過去いい成績を一度も残したことはないので、なんだろうね、特攻妖怪が今まで出たことがないからね、なんで五右衛門も二凸だしね、ドロップもねかなりあれなんでね、こうひどいね4000位とか総合順位2500位とかそんなの、2300位かとかそんななんで、うん、まあ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 、でもねハイスコアチャレンジ何が出るかねちょっと楽しみにしつつ最後に向かってね頑張りたいと思います。皆さんね紹介状とかどうでしたかね、 その辺についてもねよろしければコメントください。じゃあ皆さんね頑張ってね50セッションまでなるべく早く行って50セッション51セッションまでできるようになれるとちょっと嬉しいですかね。まあね、でもまだ日数があるんでいけんじゃねえかなと思うけど、まあちょっとねまずは50セッション早くたどり着き、無限大じゃなくてね期間限定になるようにね頑張りたいと思いますね。はい、じゃあ今回はこんな感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、間違ってたらコメントください。よろしければ次のね動画も見てください。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。